お疲れちゃんです。ラットです。そしていらっしゃい、焼き鳥です。よいしょー。はいはいはい、まあ今日もね焼き鳥付きということでね、はい、やっていくんですけども、今日はね、スルーされた。何が？あ、まあ嬉しいな、はい、嬉しいね、嬉しいな。今日は昨日と同じね、まあ、こちらのなんかよくわかんないですけど、はいはい、トロが上がったんでね。なんでそれで上がるのっていう話よね、本当に。まあいいな、今日はね、何に強いのかも全くわかんないけど、はい、これで今日もトラゲしたいなってことで、今ワンツースリーゴロがいいな。で今あの6で7位、これでも3勝すれば、3戦で全部勝てばローカル2位まで上がれるわけ。それは行くしかねえっていうところで、そうマルチ、はい、行こうかな。ガンガン行くね。あ、そろそろ触れてくれてもよくね。何が？ああごめんごめんごめん、そうね、どうした？とりあえずその声やばくね。あのね、うん、なんか風邪ひいたかわかんないですけど声がやられた、喉がやられた、やばくね、しんどいしんどい。なんかね、台湾今来てるんですけど、ガラガラやんけ、もうね声が出ねえ。ガラガラのカラッカラのスケルトンやな。えそれはひどい。えいってマジで本当にえいって。なんかね声が出ねえ、しんどい。だから今日は焼き鳥にね、喋、うん、りを任せようかなと思います。任せちゃっていいの俺に？いやいや、チャンネル登録ゼロになるかもしれない。いやいや、どんだけ悪いと思ってんの。あの喋りの焼き鳥と言われた焼き鳥さんやで。初めて言った、初めて。ほんでも俺も初めて言ったわ。疲れるわ焼き鳥。声出してこう、疲れる疲れる。いらっしゃい。もうね。別集中して、これあれやで相手。あ、スキラスキラ、流行りのスキラだ。ロリバこのスキラ本当多いよね。これしかいないぐらいこればっかだ、うん、これさ俺が今攻めちゃえばさ、あれが防衛ポイズンやん。確かにそうだね、それしかないね相手。おえ、さすがにそこ節約したらな。あでもファイスピが美味しいな。やば、美味しい美味しい。このスキラ対決は本当にちまちまいくら削れるかみたいなとこがあるから、そうああいうのがマジで大切になってくる。マジでな、そうだよね。ここはねまあまあ落ち着いてと。あー飛べ飛べファイスピ、よし。これあれだね、ベビードラ、あでもメガゴもいんのか。そうこれはいけるんちゃう。さては、あやばい来た、やばいここだ。いや、おフェイク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 。でもこれいて、これいていいから、うん、俺はそうだ、ね、これも入れたくないね。そうなんですよ、ね、あでもメガゴテリ来て、やばくね。でもロリババ切ったからアウトローが無双するみたいなところはある、ね、このデッキの特徴、アウトローがいる。なぜか結構対空が厚いね。俺もわかんないんだけど、これアウトローがいるんだよこれ。あー、ここスケルってよくね、どうせ防衛ポイズンさせればいいじゃん、うん、さあここを美味しく巻き込みたい。あでもポイズンは打たない方がいいんかだね。やばいな、打ってもいけるね。まあまあでもこれは一旦落ち着いた方がいい。これさ、飛ぶ、あお、これはここで飛べときます。なるほどね、めんどくさいもんね、ここでムートにタゲ行ってチクチク削られるのが嫌だから、まあ止めると。でこれもポイズンボイスね。そうだね、ポイズンちょっと下手くそだったかもしれない。ムートの位置が、でこれメガゴでしっかりタゲ取ってね。はいはいはい、ムートもね、これムートいけるくね、ワンチャンいきそうやねと思ったらないな。いやいや、ある、全然ある全然ある、いけるよこれ。ほら本当よ、生きた生きた。これがね、けどここでウッドサイって、ロリバモも使ったから。え？これ。ああ惜しい。お、相手焦った。相手焦った。これさ、じゃあ今ロリバのサイだから始まるとこれ。からのスキラ。で、エレキ追加、エレキ追加。いや、ポイズン、いや。まあ、わかんない。でも内側でね、チクチクこうやって削る。そう。一発巻いてね、一発巻いてね。え？あ、一発。二発。うん、一発だけ。二発。じゃあボイポイズン使ったからね、後ろからね。こう組み立てていけばいいな。だってチクチク削っていけばね、最初のファイスピがでかくなってくるよな、こうなる。そろそろさ、鼻水が垂れてきて。やめろ、そういう表現動画でしたらダメだから。本当だよ。本当に、やめて。よくないわ、ラット本当に。マジで、やべえ、マジで、鼻がやばいっすよ。助けてほしい。鼻がやばい。そりゃもう誰にも助けなんないわ。ね、あの、マックの、今日、うん、夜ご飯マック食ったんですけど、うん、持ち帰りで、そうテイクアウトで持ってきた、うん、マックの袋の中もティッシュでいっぱいみたいなところ、もうやばいよ、溢れ返ってるやん。マックスまで行ったから。やば、それはもう本当にティッシュ代が高いですな。やばいよねこれもう。これさ、一歩目引き分けみたいなとこあるよな。やばいな、もう動画で引き分け嫌なんだよな俺も。長い長い長い。でもやでロリバ使ったでしょ。
こういうところで、そこで逆性いくん、うん、こうやってちょっとね流れを変えさせるんですよね。まあベビドラも使ってくれたと。でも使っても相手こそ逆サイも全然攻められる形だから、うん、困るな。やばいやばい。でも相手こそ攻めっぽいないから、あのここは一旦節約、ここ一回節約だな。そうだね、これが大事だね。そうで、これどうせあれメガゴちゃん来るから、はいはいはい、メガゴちゃんじゃベビドラちゃん来なかったよ。そのメガゴはいらんかったな。これやばいな、これ1本目から日垣節が濃厚になってた。こういうの困るんだよな、俺今動画撮ってんだよな。もうね、ここででもワンチャン持っていくのがラットス。いや、お前ごめんなさいよ。ごめんなさい、ごめんなさい。いい子、よく噛んじゃうよ俺マジで。いつも噛んだよな、うん、これと使わねえかな、さすがに使いそう。あ、これターゲット変えてワンチャンくれ。あれあれ、ムートムートムート、おお、ムートいける。あー、まあまあ、でもこのスキラー、あ、ポイズン使わせたいんか。使わねえけど俺は。おや、なんかよいしょ。あ、でも結構入ったくね。どっちが、いや、俺のスキラーの方が入ってるみたいな。確かに、なんでだろう、若干遅れた。相手のスキラーのポイズンの位置がダメみたいな。あ、そうだね、ずれてるね。さあ待って、あとこれは、いやでもダメだこれ、引き分けの香り。でもワンチャンの攻めない、これ。これでムート使わせて、あーやばいやばい。そう、ムートさえ使っちゃえば。オッケーオッケーオッケー。ここででロリババ咲いてほしい。あとロリババ咲いて、ロリババ欲しい、ね、あれあれ墓石。いやー、これワンチャン普通にさポイズン、あ、スキラ打ってでポイズン使わせてアウトローウェイでいいんじゃん。だなし。いや、普通に向こうに攻めるじゃん。で、絶対相手防衛ポイズン使うやん。そしたらさ、もう相手次スキャラ打ってきてもアウトロー防衛できるやん。それでいいんじゃね。確かに。でもあと、もう今ね、手遅れやけど。もう無理だ。それやったらいけたくね、ワンちゃん。待って、陸ね、陸ね、やばい、助けて。やばい、それはやばい、それはやばい。うおー、危ない、危ない。危ない。ジャスミーってやつやな。さ、最後。お、あれ残ってる？あー、でも、言うてか。お、でも、あ、延命できなかった。やばいやばい。まあ、もうここは、あー、引き分けだ。ワンちゃんの引き分けだと思うやん。最後ゴリ押すから。ムートの。あれくれ？あるある。ここですけど。ああ、いや、ある？あるくん？え、本当にある？ああ、惜しいよ。投げ、投げよ。1本目で言えば。うん、1戦目やろ。1戦目から長すぎな。チェックメイトされとるやん。してねえよ。いや、引き分けだよ。もうちょっと裸みたい。相手の名前。ダメだな。P 入れてもらうか。あ、いやいや、なんで俺に編集任せようとしてるの。あの裸分でマジで、ね、離れてやって、離れてやって。よし、じゃあ俺のセルフ P を入れる。それ俺の声が事故みたいなとこない？それ俺が事故ったみたいなね。やめてくんない？よし、大丈夫。勝手に事故らせんで俺を。何やったんだマジで。すぐ生活してるから本当に。台湾な、台湾な、もうご飯がね、今日の昼もさ、ああ、せやな、濃い香辛料の。何食ったっけ昼？なんかよくわかんない。ああ、なんかチキン食った。チキン食ったわ。まあね、あれもね、なんか、ね、まあ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 別にまずくはないんだけど、そう、なんか ね、なんかね、ね、もう声が出ない。だって相手トロめっちゃ高いんだけど。うん？気づいたけど相手トロめっちゃ高いんだ。おお、やば、これあれじゃね、30。で40コースや。40いく？そんないく？ラット今なんだっけ？5940ぐらい。あ、行っちゃうね。行っちゃうか、まさか。うん、じゃあチャンスや。お、神技？あ、神技だ。神技説があるな、これは。あんま見ないね、うん、最近。そうだね、最近意外と神技使ってる人少ない。神技で6040って高くね。え、あ、普通に神技やね、普通に。あ、うまいうまい。やばい、これがね、結構痛いんよな。あ、でもこのムートはいいみたいなとこあるな。今インドラないから、これでスケラでマジで咲いた。お、いけいけ、あるある、はい、だい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 、はい、入ってね。でもナンバー咲いたから止まんない、相手スケラが。俺も止まんない。おやおや、え、ゴースト優秀だね、やめて。あ、一気に処理した。やば、ゴースト優秀だった。おい、もう、まあまあ、でも言うてやね、まだ。やめてよ、全然やめてよ。さあ、ここよ、ここ、これオーブンだ。そう、まだ相手オーブンがあるなんて知らないから。あー、でもこのゴーストが優秀みたいな。いや、だいぶこれで、はいはいはい、と。え、やばいやばいやばい、待って、撃っといた。何何何何何やってんの、何やってんの、ラトさん。ちょっと待って、あのラトセンス。そう、あの俺の韓国韓国で呼ばれ、韓国で呼ばれ方、ラドゥセンス。韓国ネーム僕ラドゥなんだよ。選手もつけてラドゥセンス、ラドゥ選手、ラドゥ。マイクの音量調整とかするときね。焼き鳥選手。俺割と普通やね、ラドゥ。今ファブ流行ってるから。ん？ラド呼び。ラド。とりあえず困ったらね。そう、ラド。ラドって。
ヤドセンス。そんなこと言ったらマクさんなんだよな。助けて。集中集中、もう集中。んな話してる暇ないで。集中してんだよな。おや。でもこれムートに。おでも優秀優秀みたい。そんなことある。あーこれはあーこれでも間違っちゃくる間違っちゃくる。あーなるほど、ね。これでもロリボで処理して。ある。お美味しい、あいこれ。あるあるある。いいねいいね。しかもおおめっちゃナンバー暴走するやん。どっち行く？ハイボクルだよ。あー来そう。あ来ない。チャンスやねこれ。これ逆サイド。いや。あーなるほどね。遅れてくると。いや誰だこれ、ムートスキルやりたいんだよね。うんあーでもなー。そうだね、マジアチャ切った後がチャンスなんだけど、 まあそこで攻めるタイミングもね、相手うまく捕まってるんですけど、いやでもこれでこうだ、なるほど、いいね、それはうまくね、うまくね、それはうめえ、これ全然あるよ、ロリババ使いの座を、これ多分内側じゃない方がいいのかな、どうなんだろうね、これ攻防してもいいな、でも言うて割と守られるから、これファイスピだって、お、優秀、いいね、あでもここ出てきてほしいけどね、フチレフチレフチレもっと、あーフチレもう普通に使ってくるやっぱ、うん、はいはいはい、おいいロリババ悪くね、最初のロリババと使ってくる、あるある、ここでここでファイブくるファイブくるけど、無理やりでも打った方がいい、打った方がいい、相手こそないで、ターゲットがあームートガン惜しいけど、あー届いてる、やべ、まあ、やばい、これハードカウンターがでも言うてこれアイゴレ処理してくれるし、ファイトファイヤー無理に付き合うとしてもこれ工場が止まるから、そうだいいね、全然いい、全然ある全然ある、ラドゥラドゥセンスまだラドゥラドゥラドゥ、あ相手読んできた、いいでもまあここは言ってロリババで守れるみたいな、ロリババ強くね、これ見てわかる、このムート優秀、確実に4コスを2コスで処理していくっていう、これチャンス、そうだね、マジアちゃんも使ったから、アドラ入れアドラ入れ、ここで攻め、おいしいおいしい、ポイズポイズ、これはポイズンの餌食と、おいしいね、でチクチク削ってランバも入っていくと、これアドラ入るくれ、はいはいはい、来て来て、勝てる勝てる、ガールガールガール、オズリキ頑張る、オッケー、オズリキ頑張った、オズリキ頑張った、一発振りかぶった、オズリキ渾身の一撃やな、あれはオズリキが、後ろオーブンやったみたいなとこない、え、まあ、ゆあ確かに危ない、これどうする、工場ワンチャンで刺されたら、それな、怖い怖い怖い、まあまあここも刺せないようにと、これエレキ打ってんじゃない、セター、よいしょ、おー勝ったくね、来た、タゲ取った、お優秀、いいね、これでもうあとはボエボエ、丁寧にボエ、ね、丁寧にボエ、あらまちゃちゃ優秀やね、あでもポもうポイズンできる、ポイズンできる、本当に、おーし、あー危ない危ない、やったねやったね、しかもこれ 40g もらえるからね、これでそっか、やば、そう、美味しすぎん、相手何やるのこのデッキ、すげえだと思ったら、ちょっとおずんきが頑張ってくれたのがでかかったな、グッドゲーム、よし38だ、いや6000、あれ次勝てば6000よ、飛んだな、一回飛んだけど一回負けたから引き分けかいいな、ね、引き分けだから、よし引き分け、よし、あれ一気に4位まで来た、おや次勝てば2位だ、行くぜ、はい、めっちゃテンション低いなもう俺どうやればいい、やりにくいよ、あのねテンションが低いんじゃないの、うん、これ一つ言いたい、うん、テンションが低いわけじゃないんだけど、テンションは確実に低いけどね、よいしょごまかすなごまかすな、いや低いわけじゃないんだけど、低いけどね、声が出ねえんだよ、もうめちゃくちゃやりにくいんだけど、もう一回あのあれなんで焼き鳥ね、いやもう地獄なんやけどマジでする、いっせーのピー俺がどんどんライフが削られていくんやけど、あ待って待って、やばいやばいやばい、よし、あ日本人だ、あよしよしよし、これあれだ、あれで枯渇三子だ、これ三子勝てねえんだよ、うん三十子勝てないんだよ、あのジェイサン氏でも今日ボコボコにされた、もうスケラってねまずね、そう三十氏に対して弱いね、そうなんですよね、まあワンチャンで持ってくしかねえな、ねもうねめちゃくちゃしんどいの、ワンチャンやな、ワンチャンそれちょっと違うけどおや喉いて、これなエリポンかねえかな、お金えな、うんまあね、これ一個上でいいかな、小島バルシ、せやな、ここでまあ一発、あそうだね、あここでステルを使わせてエリポンを立てていくっていう三種使いのね、もうみんなそうするよな、もう本当にそれ、スキラに対してはこの立ち回りが正しいみたいなとこありますね、本当にとりあえずポイズン使わせてエリポンを立ててゴリ押していくっていうのが強い、ね、本当に、いやー痛いねー、ここ痛いー、めちゃ許容で、これムートでさ、うん、スキラワンちゃん、いやガゴムレポーズされて死ぬわ、そうだねガゴムレ来たら、でもギャンク来るからこれ見てください、おいい読みいい読み、これえこれもう相手ガゴムレ使うしかなくね、そうだおいしい、いいねいいね、俺もすることないんだ、オーブンがあるから、オーブンでこれザップ打たれてオーブン壊されるみたいなことあるっすよね、それはプロ
うん、大丈夫だよね。で、今、あれじゃね、ギャング学部でされてる。これも、でも、それで三種防衛されて。そうだ、終わりだ。落ち着け。危ない、落ち着け、落ち着けと。これで、あれ、エリポン置いてきたら、アウトロー、始めアウトローからの、あの、スキラはありやね。そう。置いて。ああ、置かない。そこは分かってると。これ、見したくね。いや、もう手遅れみたいな。死にかけ養分になったけど。でも、これ、あれで、ああ、これスキラ打ったらダメだ。アド取られて。そう、ギャングが、まあまあ、ここも落ち着いてくると。これはまあ、ロリババやな。いる気持ちよっとくか。うん、必要必要。これ、相手エリポン置いてこないやつやね。しんどいしんどい、置いて。ここは。あ、もう一回ガゴブレだ。いや、でもムート入るの。これでもさ、もう一回置いたらさ、ザップ打たれん。いや、さすがに読まんやろ。ここで読む。お酒と同じやつだって。打って、まあ、普通だな。まあ、別にいいな、それは。で、これ、三種来るわ。しんどいわ。さあ、ここでね、まあ、アドは取られてないんだけど、あんまり。やば。もうディガーだけで削ろう作戦やね、これ。そんな必殺タクティクスみたいなことあるこれしんどくね。いや、いい、許容でいい。あ、てか入んない。おー、おいしいおいしいおいしい。いいね、これで逆サイはこのムートが守ってくれるから。おい、ロリババ転がってくんね。よいしょ。あ、でかいでかい、ね、ここ処理できたのはでかいね。よし、これ一回ゆっくりか、ゆっくりか、ゆっくりか。三子サイって、まだギャングガゴムレがあるから攻めにくいけども、ね、ギャングサイだ。これケツアウトローでいいや。もうディガー徹底やね、削りは。よし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 。1個のサイド削るってなかなかしんどい。これね、そう、もう僕は橋前さんにしたたたむかな、うん。そうだね、ここは一気にそれ処理。あ、待って、タワー入れたかった。ああ、まあ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 、まあ、やばい、これやばい、これあの、あれがしんどい。ガゴムね。そう。オーブン頑張ったけどもな。オーブンもうちょい頑張ってほしいな。さあ。これしんどいな。どう。自利品やな。どれだけ粘れるかだ。もうスケラ打つタイミングがないからね。いや、チャンス。ここでなんならさ、ムートやな。いいよね、これ。だって陸の相手。そうそうそう。いい。で、ガゴムレしかない、ガゴムレしかない。ポイズンポイズン。で、これ陸入る。いい。で、ターゲットが味方に行ってる。で、ここ。ロリバも回ってない。回ってないか。いや、攻めていくね。ありあり、もうガンガン行こっか。で、ここガゴムレ、相手ガゴムレないもん。相手ガゴムレか。三死。あー、オッケーオッケー。苦しい相手。オーブオーブオーブ出てこい、オーブ出てこい。いける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 。ゴリ押し、これこのファイスピがめんどくさくて相手は置けないと。で、これ陸で。あ、おしおし。オッケーオッケー。いける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 。オッケー。おーいしょー、グッドゲーム。いや、これはでかい。やったーやったー。三振に勝ったのはでかい、ね。この三振に勝てたのでかいな。よ、しかもこれで6000いったんちゃう。どうもや。おや。俺は刺した。おや。あー、やった。でもな。でも、おー、ローカルに。やば、めっちゃあげるやん。満足。テンションは低いけどトロは上がりました。いや、めちゃくちゃテンション高いからね今それでめちゃくちゃテンション高いから、ね、もう終わりやで。ね、いつもラットあんなうるさいのに耳細かすか破けるボルペイ噛んだらごまかす噛んだらごまかすあの一回の動画で何回噛むマジでマジで、まあ、滑舌の悪さはもう今日はもういいな、うん、いいな争うわね、うん、っていうところでね。そうやな、まあ、70キリがいいな。いいな、多分またな、多分、うん、明日か、うん、ね、まだトラゲすんの。もう一回同じような動画が出るかもしれない、知れないけど、まあ、飽きるわだな。次はテンションが高くなってるということで、ね、ちょっとね、まあ、お楽しみに。またね、明日も動画出すんでね、はい、かっこ焼き鳥付き。あ、それはもうあれやな、おまけに焼き鳥が。よし、ということでね、今回はまあトラゲということでやらせていただけたんですけど、もうね、本当にもう声がしんどくて申し訳ないです。はい、はい、ということで焼き鳥のチャンネルあっという間で、ありがとうございます。皆さんぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。でね、まあ、焼き鳥の動画でもね、うん、また多分コラボやってるんでね、うん、その声でそちらもぜひね見ていただけたらいいなと思いますということで今回は以上になります。では、はい。